毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。いよいよ仕事始めの方も多いんじゃないでしょうか。どうぞ。改めまして本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今日はね2024年の1月4日というところで、皆さんね、三が日も終わって仕事始めの方も多いんじゃないでしょうかという形で、今日は栃木県足利市は最高気温14度、最低気温4度で、まあ曇りのち晴れで、まあ午後は雨降らないような感じですかね。まあ翌日もまあ晴れっぽいので雨の心配ないかなって感じですが、風は強いみたいですね。なのであれか、あとたこ揚げとかはいいかもしれないですねっていう感じです。でまあ昨日なんですが、まあ3日、まあ、3月最終日は、まあ家族と過ごしました。で家でね割とずっといたので、まあプラモデルを子供たちと妻とも作ったりとかして過ごしてましたね。でまあ、夕方ぐらいにそう焼き芋を作ったりとかして、で夜は普段お世話になっている長谷川農場さんのですね、足利丸牛のですねを、いただきまして、まあ家族、まあだんだんと、まあ大人たちはお酒飲みながらね、楽しい夜を過ごしましたという感じです。でまあ、昨日はね一日、まあ、カメラはこの EOS の R6 というカメラに、まあ、この 35mm のですね、まあまあ、単焦点レンズをつけて、これは単焦点レンズ 1.8 のレンズですね。で手ブレ補正もついてるんで、まあ、結構ね強力な、まあ、スナップシューター的な感じで、結構家で撮影する時とかねこの装備多いですね。 EOS R6 にこの、RF のね 35mm をつけることが多いですという感じで、結構ねこれコンパクトで結構軽くて、使いやすいので、まあ R5 につけたりとかもしたりして撮るんですが、あとまあ昨日はね、もう室内でもうバンバンISO感度バンバン上げての撮影だったので、撮影だったというか、まあ、撮影だったんで、まあ、そんなに解像度もいらないしといったところで、まあまあ高感度体制に強い、まあ、R6 を選んで、基本撮ることが多いですね。家族写真はこの感じが多いですかね。家族写真は、まあ、自分の、記録として撮るのはこのカメラが多いですね。まあ、仕事であとやっぱ R5 使うことが多いですが、まあね、こういった感じのカメラ使っております。で、まあ、今ねちょっと機材のお話もしましたが、まあ、今年、まあ、1年なんですが、まあ、ちょっと CM 関係の撮影じゃないですけども、まあ、企業 PR 系の動画撮影なんかもちょっと力を入れて撮影していきたいなと思っております。で、まあ、機材的なところでいくと、まあ、今あるのが R5 EOS の R5 と、まあ、R6 っていったところで、まあ、写真に特化してますよね。で、まあまあ、動画ももちろん撮れるんですが、まあ、メインはまあ写真かなっていったところで、やっぱね動画体制もやっぱ30分で止まっちゃう問題とかもあるんですよ。問題があるというか、まあどうしてもなんか仕組み的に30分で止まるようにな、んかなってるみたいです。まあなんか関税かなんか、ちょっとそんなか関税じゃないな、なんかそういうのね、ちょっとなんかルールがあるみたいで、その30分縛りのとかもあるので、こう長回しというかインタビューとかを撮るのは結構苦手だったりするんですよね。なのでまあちょっと今年、まあ狙えればいいかなと思ってるんですが、ちょっとシネマカメラ、まあ動画向けの本当にそういったカメラもちょっと導入したいなと思っております。まあ具体的な機種名でいくと、EOS のですね、まあ R5C というね、カメラがあるんですが、その辺をちょっと欲しいなと思ったりとかしています。まあネットでねちょこちょこ見てはいるんですが、まあまあねやっぱりいいお値段しますので、だいたい価格的に60万70万ぐらいするカメラになっているので、まあね、そういったところもね導入していけたらいいなと思ってます。まあね、バンバン稼いでいきたいなと思っておりますので、ご依頼いつでもお待ちしておりますという感じです。まあ、あとねそのドローンとかもやっぱりね、新しいんじゃないですが、まあ Mavic 3 Pro とかその辺とかを今狙ってます。プロポとかもね今R C Pro とかもね、
まあ15万ぐらいかで、ドローン自体もやっぱ30万ぐらいしてくるので、まあね、そういった機材とかも、気にしてはいますかね。で、まあ、今は DJI の Air2S というモードを使っているんですが、全然ね、まあ、問題はないんですが、まあ、そろそろ、買い替えじゃないんですが、まあまあ、メイン機能、そのバージョンアップっていう感じもちょっと狙っております。そう、もう結構ね、そう Air2S も稼働させてるんで、もう何十時間もう飛ばしてるんで、ね、なんかそのメンテじゃないですけども、プロペラ交換したりとかしてるんですが、ね、そのブラシレスの多分モーターが中に入ってるんですけど、で耐久的にどうなのかなみたいな、オーバーホールもこれできるのかなみたいな感じで、今はね少しちょっと心配にはしているので、まあね、そういったドローンも、まあ、メイン機が Air2S で、サブ機が DJI の、 Mavic Mini なので、そうなんですよ。もうメイン機をしかほとんど使ってない感じになっているので、もう Air2S が結構傷んできてるんじゃないかなってちょっと心配をしてます。なのでちょっとね、ドローンと、まあね、まあ、メイン機の、カメラですね、シネマカメラを今ちょっと欲しいなと思っております。と、まあね、あとは仕事始めかなといったところで、まあ今年、私自身もちょっと午前中ちょっと家族の予定があるんですが、まあちょっと午後とかね、ちょっと時間を作っていかないといけないなと思っていまして、まあ動画と写真、両方ともちょっと納品溜まってはいるんですが、ちょっと写真から、やっていこうかなと思っております。ね、皆さんも、仕事始めかなと思いますので、体調不良とか、あとはそのやる気問題じゃないけど、ね、三が日、ゆっくりしたりとか、まあね、年末年始で、ゆっくり体休んだかなと思いますので、ね、これからちょっと仕事、みんなで頑張っていきましょう。という感じでね、今日も一日、頑張っていきましょう。では、皆さん良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。ほらねー。